もう大丈夫。さあ支度しましょう。星に帰る旅の。キャンドル、もうすぐだ。いよいよだな、団長。改めて実感するな。たどり着いたのね。忘れられた空、ゼーガグランデ空域へ。やったな。これでまた空の果てに一歩近づいたぜ。うん、空の果てが近づくのは嬉しいですけど、こうしてずっと旅を続けるのもいいなって思うんです。私、みんなと一緒の空の旅が楽しくて、いつまでもこうして旅を続けられたらって。そうだな。気候も安定してきたみてえだし、みんなの様子を見に行こうぜ。ねえカタリナ。なんだルリア。この世界の空の世界の端っこってどうなってるのかな。壁があるのかな。まさか。いや、しかし、そういえば考えたこともなかったな。あなたはどう思いますか。想像できないけどワクワクする。だな、オイラも楽しみだぜ。なあなあ、オイラたちが目指している星の島イスタルシアだけどよ、そいつも空の果てにあるんだったよな。お前の親父さんが待ってるっていう。空の果てか。どんなところか見当もつかないな。でもわからないからワクワクするね。ルリアもこいつと同じこと言ってら。ルリア、なんだか嬉しそうだな。
この空域ではどんな冒険が待ってるのかなって。そうだな、さまざまな出会いもきっと待っているだろう。それにしてもいい風が吹いてやがる。この風なんだか懐かしい感じがするわ。ロゼッタってこの空域に来たことがあるの？あらさてどうかしらね。もうすぐまたそうやってはぐらかすんだから。野暮なこと聞くなってことだよ。お子様には難しかったか？うっさいわね。子供扱いしないでっていつも言ってるでしょ。そうよラカム、イオちゃんはもう一人前の立派なレディなのよ。ちっ、2対1じゃかなわねえなと。イオ、頼りにしてるよ。ふふーんだ、魔法使いとしてだって成長してるんだから。子供っぽいのはラカムの方なんだから。まあまあイオちゃん、気分を切り替えて新しい空を楽しみましょう。新しい空域ってのはいいもんだ。初心に帰れるっつうか、空の世界がまた好きになれるっつうか。ね、安心しな。見張りはきっちりやってくれよ。何かあったらすぐ知らせるぜ。よろしくお願いします、オイゲンさん。おう、任せときな。団長は今のうちにみんなの様子でも見てきたらどうだ。まだ境界を抜け切ったわけじゃねえ。切り抜くなよ。みんないつもの調子って感じだったな。さて、停留できる島、そろそろ見えてこねえかな。ん？みんな構えろ！魔物だ！これだと？雲に隠れてやがったのか。はっ、いい調子。ロゼッタ、下弦側の奴らを迎撃してくれ。わかった。かわせるか。いや、このまま行こう。だぁ、ち、決める。負けられない。そりゃ決めてみせる。
おっしゃ、ケーキ漬けにはちょうどよかったな。ざっとこんなもんだぜ。やりました。雰囲気でないことは確かだな。クソ、シャレになってねえぞこりゃ。ぶん殴ってでもバームトを引き離してくれ。これでもっと頑張れる。やばい。やは聞いてるみたい。すまないルリア、このまま攻撃し沈めさせてもらう。行けそうだぜ。緊急上昇する。振り落とされんなよ。やったー。
回復ありがとう。バハムートが遠ざかっていくぜ。暴走が収まった。の食らったら一発で織田打つだぞ。なんとか回避できたが、次もうまくいく保証はできねえぜ。あいつ正面に回り込む気よ。この距離じゃどっちみち避けられぬ。みんな衝撃に備えろよ。どうだこっち来ちゃうか。一応まだ無事みたいね。バハムートが選手に攻撃の効果だ。終わらせる。それ覚悟しろ。次の手に出る時間を与えるな。攻撃を続行するんだ。やったか。大丈夫だよ。やれやれ、一時はどうなることかと。あれ、ルリオ、ハムニい暗闇の中、ルリアの声が聞こえる。以前にもこんなことがあった。あれは旅の始まりとなった日、帝国から逃げてきたルリアと出会った日。助けてあげたいと思った。でも僕は命を落として。今度は私があなたを助ける番です。私の力あなたに預けます。私の力を使ってください。きっとあなたなら。命のリンク。ルリアは不思議な力で、一つしかない命の半分を僕に分け与えた。その事実がくすぶっていた空の果てへの憧憬を旅立ちの決意へと変えてくれたんだ。空の果て、星の島イスタルシア、あらゆる望みが叶うとされる伝説の地。そう、ルリアと仲間たちとイスタルシアを目指して旅をしている。イスタルシアにたどり着けば、僕とルリアの命のリンクもきっと。僕は今どこにいるのだろう。そうだ、船から落ちてしまって、ルリアと
B も。状況が影響してんのか。はっ。実はさっきからルリアが見当たらねえんだ。きっと近くにいるはずだ。あたりを探してみようぜ。なんだ。はもらったぞ。ルリアの悲鳴、この先だ。てや、へい、よっ、はっ。いたぞ、ルリアだ。ルリア、気をつけてください。このまま行こう。てやだー、切る。はぁ、効かないよ。はっ、はっ、はっ、よっ、やっ、はっ、へい、へん、これでどうだ。はっ、てや、むっ、あなたと会えなかったらって思ったら、私
危ねえところだったぜ。おかげで助かりました。ありがとうございます。とりあえずルリアも無事でよかったぜ。それじゃあさっさとこの森を抜けて、みんなと合流しねえかな。いい感じだ。また出やがった。いけるか。レギンレイブ、これはなかなかよっ。はっ、ここいっけー。やっやっ、それいい調子。やっやっはっ、このまま行こう。逃がさない、決めてみせる。わあ、びっくりしました。でもこれで先に進めるな。みんな心配してますよね。はっ、急いで森を抜けなきゃ。なんだ、いい感じだ。よっ、これならいける。全力で。いつは気をつけたな。いい調子。いけるか。このまま行こう。決めた。よし。逃がさないぞ。やっ。
た。ルリア団長、ヒーローを遅れて参上ってな。バカしてないで、ちょっとこいつをはっ倒すわよ。みんなありがとな、助かりたいぜ。このまま行こう。ビートンも無事で何よりだ。4人揃ったところで連携といこうぜ。全員で集中攻撃だ。みんなついてきて。この一撃で、なんで危ない。はっ、はっ、手当、いい調子。このまま行こう。みんなついて、てやてや、それ合わせて仕掛けるぞ。よし、早くつくぜ。さすがですね、カタリナさん。私もうかうかしていられないからな。なんだかヤバそうな雰囲気だぜ。遅れてごめんなさい。おいしいとこいただきってな。ふう、全員無事のようだな。助かったぜ、オイゲン。ところでルリア、さっきのバハムートだが、もう大丈夫なのか？うん、大丈夫みたい。原因は何だったんだ？私にも分かりません。ねえ、ここで考えてても仕方ないわ。一旦グランサイファーに戻らない？旦那、また魔物が出ないうちに帰ろうぜ。待ってちょうだい。この道の先、遠くない距離に町があるみたいなの。まずはそこでこの空域について情報を得てみるのはどうかしら。町へ行ってみよう。それもそうか、今は少しでも情報が欲しい。そういうことならいいんじゃねえか。
新しい空域の町か。リンゴあるかな、リンゴ。もうリーさんってば食いしん坊。ルリアもね。安心したら急にお腹が。よし、決まりだな。この先の町に向かおう。一体どんな町なんだろうな。おいらちょっと楽しみだぜ。しかしよ、あんな高さから落ちたのに無事っつうのは奇跡っつうかなんつうか。だよな、森の木がクッションにならなかったらさすがにヤバかったぜ。優秀な気空師には運も味方するってもんだ。もらっとこ。はっ、街が見えてきました。なんとか一息つけそうね。早速行ってみるとしようや。よその船がいるってことは交易も盛んらしいな。この感じポートブリーズを思い出すぜ。さてルリアを休ませなければな。どこか休憩できる場所は。え、私は平気だよ。あれだけ大変な目に遭った後だもの。無理はいけないわ。でも新しい空域の街ですし、一緒に見て回りたいなってですって。僕もお腹すいた。もう団長まで、すっかり観光気分じゃない。リンゴとか他にもうまいもん探してこようぜ。ルリアが平気ならそれでいいさ。じゃあ俺は一度戻ってグランサイファーを運んでくる。係留はできそうだしな。そんじゃ俺は新空域の酒の味でも確かめておくとするかな。まだ昼間よ。これだからおっさんは。さすがだろ。褒めてません。やれやれ。ではしばらくしたらあの大きな建物の前で集合するとしよう。よし早速見て回ろうぜ。知らない町に初めて来た時ってなんだかワクワクしますね。いや、今回は本当助かりました。次もお願いしますよ。毎度どうも。また来いよ。おやおや。シェロさん、ルリアさん、団長さんまで。よろずやもこの空域に。
私はどこにでもいて、どこにもいないのです。旅自宅はシェロちゃんにお任せ。シェロの知り合いか。いいだろう、武器を見せてくれ。今後も武器のお手入れしてもらえそうですね。そうだな。よし、他にもいろいろ見てみようぜ。ロゼッタさん、岩どこから見よ。ロゼッタさん。あら、ルリアちゃん、町は見て回ったの？あの、私も何かみんなのお手伝いをしたいなって思って。そうなの？別に無理しなくてもいいのよ。でも私も何か役に立ちたくて。役に立つ、ね、深く考えすぎじゃないかしら。何かないでしょうか。そうね。それじゃあこの町の楽しいことを調査してもらえる？楽しいことを調査ですか？ルリアちゃんが見て触って体験して楽しいと感じたことを教えてほしいの。なんかめんどくせえことするのだけが役立つ手伝いってわけじゃねえからな。そうですね、わかりました。私頑張って楽しみます。お願いね。風が穏やかね。いいよ、木の島ふ。じー、何見てんだ。なんだ、トカゲか。驚かさないでよね。オイラはトカゲじゃねえ。何回も言ってんだろ。イオちゃんは何をしてたんですか？お化粧品を見てたの。わあ、素敵ですね。大人のレディーは身だしなみも大事だもんね。私はまだお化粧とかよくわからなくて。ルリアは元がいいからびっくりするくらい綺麗になるかも。そんなことないです。そうだ、ねえねえルリア、今度一緒にお化粧してみない？ロゼッタに教えてもらいながら団長も見てみたいと思わない？ルリア、楽しみにしてるよ。頑張ります。これもお化粧道具なのかな。使い方わかんない。見てください、オイゲンさん、海の島アウギス。お、団長か。どうだ、楽しんでんか。
出来上がってんな。ちょっといいか。この近くの島にレアメタルの採掘を生業にしてる村があるらしくてな、そこに星神様ってやつを祀った祭壇があるんだと。なんでもその星神様の起こす風のおかげで鉱脈が簡単に見つかるとかなんとか。んでその村で採れた鉱石を加工した宝飾品がこの町の主要な特産品ってあれだ。だが気になるんだろう。うまく一枚かめりゃ一儲けできっかもな。てなわけで俺はもう少しここで情報を集める。なんか分かったら知らせっからよ。じゃあ団長また後でな。この銘柄気に入ったぜ。おいラカン、僕らの船。その規模の船は初めてですが、まあうちでもなんとかなるでしょう。悪いな急な話で。いえいえ、場所は開けておきますから船をこちらへ。ありがとうさん、すぐに運んでくる。ラカムさん、あの、おう、どうやらグランサイファーの修理できそうだ。今話をつけたところだぜ。あの、私のせいでグランサイファーが。ごめんなさい。おいおい、ありゃ別にルリアは悪くねえだろう。気にすんなって。でも事故みてえなもんだ。ワイバーンもあんなに襲ってきてたしな。バハムート、なんで暴れたんだろう。わかんねえけど、不吉な予兆とかじゃねえことを祈るぜ。なんだ、考えてもわかんねえもんは一旦スパッと忘れちまえ。はい、ありがとうございます。そうそう、せっかくの新空域だ。もっとワクワク気分で行こうぜ。んじゃ、ちょっくらグランサイファーを連れてくら。船の方は俺に任せときな。カタリナさん、非道なエルステ帝国からルリアを救った騎士。カタリナ、姉さん、何してんだ。見慣れたものを見かけたものでね。訓練用の木人だ。カタリナは剣の達人だもんね。まだまだ、私の剣は道半ばさ。ないな、お前も結構やるけどよ、姉さんとならどっちが強いんだ。やっぱりカタリナさんかな。さてどうだろうな、今度手合わせしてみるのも面白そうだ。勝負ってことですか。ああ、そうなったら私どっちを応援したらいいんでしょうか。そんなのどっちもでいいんじゃねえか。なるほど、そうですね、どっちも応援します。のどかな町だな。そうだ団長、これは覚えておいてほしいんだが、私たちの戦いの技術はマスタリーポイントで磨かれる。戦いが厳しいと感じたら思い出し確認してみてくれ。調子いいぞ。なるほど、こうか。
いいわね。使ってみるか。団長に負けないよう、私も日々精進せねばな。少し早いかもしんねえけど、待ち合わせ場所に向かってみるか。どう？なんだ、鍵がかかってやがる。確かこの辺で集合するんだったよな。もう町の探索はいいのか。うん、もう十分かな。私がグランサイファーから落ちた時の話なんですけど、あなたがすぐに手を掴んでくれて、私すごく嬉しかったです。今までいろんなことがありました。いろんな島を旅して、いろんな人と出会って、危険な目に遭うこともありましたけど、いつもあなたが助けてくれて本当にたくさん感謝しているんです。あなたと私は一心同体だから、だからこれからもずっと一緒に旅を続けましょう。うん。改めて言うとなんだか少し恥ずかしいです。そうですね。いい香りでしょ。そうね。すまねえ、待たせちまったな。グランサイファーの修理を頼んできた。よかった、ありがとう。ラカム、さて船の修理が済むまではこの町で。あと忘れ物が。なんか声が。では行ってきます。あ、うわあ、あ、失礼しました。僕はトカゲが苦手なもので。おい、こら、おいらはトカゲじゃねえ。喋った。待ってくれ、驚かせてしまい失礼した。私たちは旅の気空団だ。怪しいものではない。そして彼は B 君。驚くのも無理はないが、害はない。それどころか、むしろとても可愛らしい。兄さん、違うぜ。オイラはかっこいいドラゴンだ。え？ああ、気空団の方でしたか。そうだ。自己紹介がまだでしたね。僕は…ローランさん、助けてくれ。俺たちの村にいきなり、竜巻が。竜巻？風？まさか、テンペールの星小獣が。え？あなたはフォルカで待機してください。あとは僕に任せて。ああ、気空団の方々、すみませんが急用ができてしまい失礼します。ああ、ちょっと
行っちまったな。ただ事ではないのは確かだな。あの御仁を追ってみよう。